聖書を拝読します。箴言6章16節から19節までです。主の憎む者が6つある、いや主ご自身の忌み嫌う者が7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。アーメン。インマヌエル聖歌隊と西オーケストラの賛美と演奏の後、イスジン牧師が主の憎む者3回目のメッセージを取り継ぎます。アーメン。アーメン。먼저내빈소개를합니다。まずお客様をご紹介します。今日の手術礼拝にはソウル市教育館広報の方々ご夫妻が来られ、礼拝に参加しておられます。お立ちになるとき温かい拍手で歓迎してくださいますように。中間뒤에도네それから後ろにも、はい、もう一人の方がおられます。요한일서1장5절에하나님은빛이시라그에게는어두움이조금도없으니라이지요한의1の5を見ると、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせですと。あるように、神様は光であり、善であり、愛で、そして私たちもそれに似せられることを望んでおられます。第一ヨハネ1の6を見ると、私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいませんと。あるように、私たちが闇の中を歩んでいるなら救われないということを言っています。今日のメッセージを通して、どのようなことが闇の心なのか速やかに見つけて捨てる時間になりますように。もっと高くなりたい、認められたいという高ぶりの心、自分の利益のために偽りを言ったり、相手を憎んで苦しめて悪口を言ったり、陰口を叩いたりするのが闇です。これらの姿は少しは利益になるように見えても、結局は自分の魂に大きな害になり、素晴らしい天国に入ることができなく、悪を行い続けると救いにも問題が生じます。これから今まで主の憎む者第一第二を私たちは聞きました。そこで聖書にあるこの悪を行った人々をちょっと調べてみました。その人物のほとんどは救われなかったんです。でもその中で徹底的に悔い改めて救われた場合もあるのはありますが、このように悪を続けて行ってしまうと結局救いにも問題があります。でも私たちはこの例えば罪のない者の血を流す、そのような悪を行ったり、人を殴ったりするはずはありません。しかし今このようなメッセージの中では、悪、私たちの心の中にある闇の姿まで、そのすべての悪のその姿を私たちが見つけて捨てなさいという御心が込められています。前回のメッセージの中で、自分が嫌な人の悪口を言う口とか、そんな人について裁いたり罪に定めたりするのも同じ悪でありますと説明しました。父なる神様は善であり、光であります。その光と反対になる属性が自分にあるなら、いくら些細なものでもそれを見つけて捨てますように。こんなものは小さいのではない、これぐらい言うのは人を殺したりする悪ではないのにと思わないでください。そうではなく、自分の偽りが人を苦しめたりすると、神様がとても嫌われる悪であるということを悟りますように。今日は主の憎むものそのうち第4は何なのか調べてみましょう。主の憎む者第4は、邪悪な計画を細工する心です。邪悪な計画とは何ですか？何かの問題を解決したり、ことを進めるために考え出したのが悪から始まって、悪の方法で進むことを意味します。ところで、このような邪悪な計画は悪い心から出てくるでしょう。ですからこの聖書には邪悪な計画を細工する心と書いてあります。どうしてでしょうか？その邪悪な思いが悪のある心から始まるからです。
で、このような聖書の御言葉の中に、私たちが邪悪な計画を捨てるためには、私たちの心の中にある悪を脱ぎ捨てなければならないということを言っておられます。それなら今日はこのような心はどういうものなのか、聖書で調べていきましょう。でも、このような悪をどのように捨てるのか、具体的な方法は説明しません。でも、今私が言ったように、私たちの心から悪の属性を脱ぎ捨ててしまうなら、例えば妬み、嫉み、憎しみ、そして裁き、人を定めたりする、そのような悪の属性を脱ぎ捨ててしまえば、私たちは邪悪な計画を立てなくなります。ですから、まず、箴言に書いてあるこの箴言の言葉を見て、単語を分析してみても、私たちは心の悪からこのような罪が出てくるんだということを悟って、心の悪の属性を捨てる賢い皆さんになりますように。じゃあこのような心は聖書でも見つけることができます。まずソロモンの次に王になったレアブアムがその例です。レアブアムの父ソロモン王は聖殿建築のために7年自分の王宮を建築するのに13年、その他にもいくつかの城を建てました。じゃあこのような業績を立てたその後ろには、じゃあ王自分でそこで働いたのではなく、そこで民がやっぱり働きながら城を建てたりしたでしょ。ですからその民たちはちょっと苦しかったのです。それで新しく王になったレアブアムに行って頼みました。何と言ったかというと、あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょうと、そのように頼んでいます。今までどんなに苦しかったか、このように新しく王になったレアブアムに行ってこのようなお願いをしたでしょうか。じゃあこのようにレアブアムはそれを聞いて何か決定しなければならなくなりました。この決定の時間にその心に善があるか悪があるかによって決定が変わってきます。心に善がある人は相手の立場になって、善から出る言葉と行いによって相手の人の心を安らかにしてあげられます。で、それでその善のある心から出る決定なら、言葉も行いも最後の決定も善の方法を使います。しかし悪のある人は自分の利益が優先なので、相手のためにはなれず、かえって苦しめる言葉と行いが出てくるしかありません。レアブアムは王になりました。王になったのに民の大夫たちが来てこのようにお願いをしています。もしレアブアムが心の良い王だったらどうしたでしょうか。今私がこの過程を説明する理由は、レアブアムはこうしてなかったからです。じゃあレアブアムが心に善がある良い王だったらどうしたでしょうか。民が苦しみに耐えながら働いてくれたので、美しい聖殿も作り上げ、いろんな城も作ったんですね。ですからむしろその民たちの民に慰めと感謝の言葉をしながらご褒美をあげたなら、その後も良い王として褒められたでしょう。しかしレアブアムは心に悪がありました。だから民の心を知ることもできなく、慰める言葉ではなく民の心を食い立たせる、そのような悪を行ってしまいました。第一列王記12-14、こう書いてあります。若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父はお前たちの首輝きを重くしたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめようと言っていますね。皆さん、サソリには毒もありますね。サソリに噛まれると、あるいは刺されると死ぬこともあります。それなのにサソリで例えながら、サソリに例えながらこのように、私はあなたたちをもっとあなたたちの首輝きをもっと重くしようとしています。つまり自分の王の権威権力を表そうとしています。高ぶっている心ですね。それで結局イスラエルはイスラエルの民や
レアブアムから離れてしまい、イスラエルが2つに分かれてしまうようになりました。レアブアムが良い言葉、善なる言葉で民の心を買ったならよかったのに、かえってこのような悪のある言葉を言ってしまって、民の心が分かれてしまって、レアブアムから離れてしまい、イスラエルが2つになってしまうことになったのです。私たちはそのような結末を知っています。レアブアムがこのように悪のあることを言ったので、結局イスラエルの歴史がどうなったのか私たちは知っています。それで私たちは、ああそんな悪い言葉ではなく善のある言葉を言ったのにと思うかもしれません。しかし皆さん、私たちは他の人のことはそんなに裁きながらも自分に適応できない、自分のことは顧みることができないなら、私たちも愚かな人になりますね。聖書にこのようなことが書いてあるのは私たちの教訓にするためです。私たちも同じです。レブアムのように何かを決定するとき、私たちはまず何を考えるんですか？自分の利益ですか？相手の立場でしょうか？自分の利益ばかり考える、そのような姿が邪悪な計画から出てくることと同じだということを悟らなければなりません。しかし、いくらこのように聖書の例を挙げて説明をして、私たちが祈りながらこのような邪悪な計画を立てる心を捨てようとしても、私たちがすぐ目の前にそのようなことが起こると、自分の利益を先に考えるようになるのはまだ心に悪の性質があるからです。レアブアムは高ぶりの心、そして自分の権威を表そうとしたから、このような悪の言葉を言いました。もう一つあります。レアブアムは自分の心に悪があるだけでなく、彼は悪い人たちと一緒だったので、このようなことを言うしかありませんでした。最初レアブアムにイスラエルの民がお願いした時、レアブアムは何と答えたらいいか、まずは父ソロモンが生きている間、ソロモンに使っていた長老たちに相談をしました。その時、その長老たちの意見はこのような悪い意見ではありませんでした。第一列王記12-7、彼らは王に答えていった。今日あなたがこの民のしもべとなって、彼らに使え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょうと、良い方法を教えてくれたのです。このようにソロモンに仕えていた長老たちはレアブアムにこのような良いことを教えてあげました。しかしレアブアムの心に高ぶりがあって、また悪があるから、この善なる賢いこのことを聞いても、それが気に入らなかったのです。心に受け入れることができなくなりました。それで自分と一緒に育った若者たちにもう一度相談したのです。民がこのように私に言っている、私は何と言えばいいかと、そのように言ったら、さっき私が読んで差し上げたように、第一列王記12-14、若者たちの助言の通り彼らに答えてこう言った。何ですか？お前たちの首輝きをもっと重くしてサソリで懲らしめよと。皆さん、これが皆さんに教訓にならなければなりません。皆さんは何かの問題があって誰かに相談しに行ったりするとき、どんな人と一緒になっているでしょうか？例えば自分に何かのことが起こりました、何かアドバイスしてもらいたいのです。そのようなとき、皆さん、自分は誰に行ってこれを相談しようかなと思うでしょう。じゃあ A さんに行きますというと、 A さんはよく自分に対してアドバイスをしてくださるけれども、いつも指摘をしてくださる。でも B さんという方はいつも自分の心を理解してくれて慰めてくれる人です。そうすると誰に言って相談しようかなと思うときは、やっぱり自分の心をよく分かってくれる、そのような人に行くようになりますが、いつもそうすると、もしもそれが肉的な相談になるのではないのか、よく考えてみますように、
気づいたら、あの、ある人と、あの、気まずくなっていて、相談しに行きました。Aさんに言ったら、その方が、あの、執事さんを苦しめるのではなく、あの、執事さんがその方を苦しめているかもしれません。だから、もっとその方のために祈って愛して、そして低くなってみたらどうですか？と アドバイスをしてくれました。でもBさんに行ってみたら、ああ、そんなに人を苦しめる人がいるんですか？どれほど辛かったでしょうか？じゃあ、そのような人は本当に悪を行っていますね、というアドバイスをしました。それで心に満足を得ました。じゃあ、すると皆さん、 あの、ある人と、あの、気まずくなっていて、相談しに行きました。Aさんに言ったら、ああ、そんなに人を苦しめる人がいるんですか？どれほど辛かったでしょうか？じゃあ、そのような人は本当に悪を行っていますね、というアドバイスをしました。それで心に満足を得ました。じゃあ、すると皆さん、AさんとBさん、どちらが神様の御心にふさわしいアドバイスでしょうか？じゃあ、御心は低くなって使えなさいと言われました。それを見分けられる私たちにならなければなりません。またいつも自分を困らせる人がいて、一緒に働かなければならないという状況になりました。あの、心の内は広い方は、そうであっても、その方に使えながら、祈りながら、その人のために使える。低くなる。それが御心です。ですから、私たちは自分の聞きたい言葉だけを聞こうとせずに、自分の思いと違っても、あの、御心にふさわしいアドバイスはどんなものなのかを見分けられる私たちにならなければなりません。皆さん、また私たちはいつ
いいですか? で、皆さん、自分が誰かの問題を解決してあげる、その力があるならば、聞いて困っている人を助ければいいんですが、そうでない場合は、あれこれの人の話を聞いて、それが何の益になるでしょうか? ですから、皆さんは自分の周りにはどんな人がいるのか、もう一度考えてみながら、調べてみながら、自分の耳は、自分の口は、 悪の方に立っているのか、善の方に立っているのか考えてみる時間になりますように、心の悪がある人は、そのような人同士に集まって、正しい人は正しい人と一緒になるのです。ですから、偽りをよく言う人は、正直な人と一緒なら疲れてしまいます。なぜあそこまで正直に言わなきゃならないの?ああ、疲れてしまうと。でも、正直な人はいつもそこまでするのが習慣になって、いつものことなので、それが疲れているのであります。 偽りを言ったら心に呵責を受けてしまって、いつも正直な道を歩もうとしてます。しかし、偽りをよく言う人たちは、偽りをよく言う人たちと一緒になるのが普通です。 르호보암의 예를 기억하여 어떤 일에 나 결정이 있었는지.레아브암의例を覚えて何かを決定したり何かのことが起こったりするといつも善と愛真理の言葉に耳を傾けますように。また皆さんも何かを選択しなければならない。 問題を解決しなければならない時真理に基づいて相手のために知っているのかでなければ。 相手のために何かをしているのかでなければ自分の利益を求めているのか、これは善なのか悪なのか、いつも自分を顧みて善の道だけに歩みますように。また邪悪な計画を細工する心でエステル記に出てくるハマンを挙げられます。イスラエルの民が御心から外れていたので、異邦の国に掘り落として連れて行かれるようになり、チリチリになってしまいました。その時ペルシア 帝国の王アハシュエロス王の時代のことです。ペルシア帝国のアハシュエロス王はハマンを
昇進させて彼を彼と共にいる全ての首長たちの上に置きました。そしてその国にはユダヤ人でありながら捕虜として連れて来られた人たちが一緒に過ごしている、そのような時代でした。じゃあその時ハマンには多くの人々が膝をかがめてひれ伏していましたが、ユダヤ人だったモルデカイという人は膝もかがめずひれ伏そうともしなかったです。それでハマンはとても怒りを燃やすようになりました。この国のすべての人が私をこのように尊重しているのに、あれはユダヤ人じゃないか、他国から連れてきているくせにどうして私にこのようにひれ伏さなかったかしらと思ったのです。じゃあそれならモルデカイはどうしてハマンに膝もかがめずひれ伏そうともしなかったでしょうか。ハマンは高ぶっていて神様も認めていない人、とても悪のある人だったのでひれ伏そうともしなかったのです。もしモルデカイが今の私たちの清潔の福音を聞いたなら、それでもここまではしなかったでしょうが、モルデカイはその時は気が強かったのでこうでしょう。でも悪を持ってこうしたのでありません。でとにかくこうなったらハマンは憤りに満たされてしまいました。そしてモルデカイを殺そうとして、モルデカイだけでなくモルデカイの民族であるという理由だけでユダヤ人全体を滅ぼそうと邪悪な計画を再行するようになりました。悪い心から出るのは邪悪な計画しかありません。王に認められて愛されているという高ぶりと、その自分の地位を利用して偽りと策略を立てて全国にいるすべてのユダヤ人を根絶やしにしようと王から許しを得る文書をもらいました。偽りを言って、はい、本当に悪くて高ぶっている心ですね。一人の人が自分をひれ伏さなかったという理由で残忍にも多くの罪のない人の血を流そうと、一つの民族を滅ぼそうとする邪悪な計画を細工したのです。そして自分の家に高い柱を建てさせて、そこにモルデカイをかけようとする計画も立てました。そしてその日を決めてとてもそれを楽しみにしていたのです。そのような悪のあるハマンのその計画は水が流れているように流れているようですが、結果はどうですか。時間がないので過程は省略して、じゃあ結果はどうなったでしょうか。罪のない神の民を滅ぼそうとしていたことを神様が放っておかれるはずがありません。神様は前もって備えておかれた計画があったでしょう、はい、まずは神様の恵みに支えられて王妃になったエステルがいました。そしてエステルとユダヤ人全体が断食しながら神様に祈りました。父なる神様、私たちの民族をこの世に滅ぼそうとしているあの計画を何とかしてくださいと祈りました。そして結局モルデカイをかけようとして立てておいた柱にハマン自分自身がかけられるようになり、ハマンのその地位にはモルデカイが立てられるようになり、根絶やしにされそうだったユダヤ人たちは安全になりました。それでエステル9章25、そのことが王の耳に入ると王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計画をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからであるとあります。ハマンの머리에돌리셔서ハマン과그아들이함께ハマンの悪い計略をハマンの頭上に返したのです。またエステル10章3節、それはユダヤ人モルデカイがアハシュエロス王の次に位し、もともとはハマンでしたね。でそれにモルデカイがその位につくようになりました。ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからであると書いてあります。一つ一つが神様の摂理にあって正確に働かれ、結局悪のあるハマンは一瞬にして自分の悪行について裁かれました。しかし神様が最初から悪い人たちの計画を塞がれたのではないのです。
エステル書を読んでみたら結末は善が悪に打ち勝ちました。それでハマンは裁かれてしまい、そしてモルテカイが結局ハマンの地位にまで立つようになりました。 悪い人たちの企んだ悪い計略は自分の頭上に返されてしまう。このような結末を私たちは知っています。しかしその過程を見たら神様が悪を憎んで、そして善をいつも望んでおられるから悪い人たちの悪行をいつもそれを防いでくださったでしょうか。そうでありません。悪はその通りに行われます。ですからその過程の中では 善人が苦しみに遭うように見える時もあります。どうしてでしょうか。神様は人に自由意志を下さいました。ですから善を行うか悪を行うか、それは自분の自由意志によってできるものです。 例えば神様が悪人にあなたはその悪を持って正しい人を苦しめてはならないと最初から厳しくそれを遮ってしまうなら、それは自由意志を下さる理由がなくなることですね。神様は私たちに自由意志を下さいました。そして私たちはその自分の自由意志によって善か悪かを選んで行うように、なります。神様は人が自分の自由意志によって何を行うか、それを最初は 御覧になっておられます。しかし結局は結末はいつも善が悪に打ち勝つように導いてくださいます。その過程の中では悪が勝利しているように見える時もありますが、結局はいつも善が光が義が勝利するようになります。じゃあハマンが悪い計画を立てて、それを進めていく時はとてもうまくいきそうじゃないですか。でも途中見たら 神様が設置の内に備えられたことがあり、また結末は善が勝利するのが見られます。じゃあ途中神様が途中に準備しておかれたこと、じゃあアドナイ異例のことをちょっと調べてみましょう。それは何だったかというと、ハマンは自分の悪い計略を立てて進めていた時、実はその前モルデカイがずっと前王を助けた ことがありました。モルデカイが王の命を救ったことがありましたね。でもアハシュエロス王はその時それをご褒美をあげなかったのです。でモルデカイが王に善を行ったのに何のご褒美もなかったということを後で神様が働かれた時、それを急に気がついて、自分がモルデカイにどうしたか、それを 調べるようにしました。それでモルテカイの地位を高くして、モルテカイを尊くする、そのような過程がありましたね。そしてその過程の中ではエステルをはじめユダヤ人全体が神様の御前で断食しました。その時エステルは死ななければならないなら死にますという心で神様にすがっていました。そしてその後王の前に出ていきました。王の前に出てお願いする ために行きました。じゃあ皆さん、今の考えでら王妃が王に行ってお願いするのが何か難しいだろうかと思うかもしれません。しかしその時は王の権力がとても王になるものでした。ですから王妃であっても王の前に出ていて自分の民族の命を助けてくださいと、そのようなことを言うのは優しくありませんでした。王が呼びもしなかったのに、その前に出ていたらまかり間違えば自分も殺されることもあります。 でもその時実はエステルは30日も王から呼ばれていない、そのようなとても難しい状況でした。でもそのような状況の中でもエステルは死ななければならないなら死にますと、そのような心で断食して祈った後王の前に出ていきました。そうすると神様がまた御恵みをくださいました。 王が自分の前に出てくるエステルを見たら好意を持つようになりました。そして私に何かお願いすることがあるのか、私があなたの願いなら国の半分でもあなたにあげようとまで言いました。じゃあ30日間もこのエステルのところに行かなかった王が、このように神様が恵みを下さると好意を持つようになり、エステル
ルがとても何かを求めてもすぐ答えてあげようとするそのような心になっていたのです。王エステルが王の好意を受けるように神様が働いてくださったのです。ですから家庭では悪人が栄えるように見える時もありますけれども、神様はところどころ必要な時にはこのように働いてくださって、結末は善が勝利するようになりますね。すぐ前はその直前まではハマンがとても王に愛されて認められていて一番高い地位になっていました。でも神様が一瞬にして王の心を変えてしまうと、王の心が変わってしまいます。それでエステルやモルテカイ、そしてユダヤの民をとても かわいそうに思って哀れむようになって、そして好きになりました。それでハマンへの心は、王のハマンへの心は変わってしまいました。ですからそれを感じていたハマンは、あ、これは危ないと思ってエステルのところに行って、エステルにお願いするように行きました。自分の命を救うために。そこでひざまずいてエステルにお願いしているのをちょうど王が見たら、なんとかハマンがエステルに悪いことをしているように思われて、そしてハマンへの裁きがとても速やかに行って進められてしまいました。じゃあですから私たちは神様の設立、神様がいつも善の方に立ってくださる方だということを信じて、いつも私たちは善の方に立たなければなりません。そうすると神様は結果は祝福として返してくださいます。ハマンは自分自身を高くして、自分が憎い相手を殺そうと罪悪な計画を立てましたが、その全てが前頭義の前に崩れてしまい、モルテカイには報いが与えられるようになりました。私たちはこれらのことを見て、小さいことであれ大きいことであれ、善でも悪でも神様は全てを探っておられて、また神様の摂理にあって全てがなされるということを悟らなければなりません。これを確かに信じるなら、いつも神様を恐れなければならない、善を追い求めなければなりません。そしてどんな状況に置かれても全知全能なる神様を信じて頼っていくと勝利をくださるということを信頼しなければなりません。第2コリント 4-8 から9、私たちは死を八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びませんとあります。今自分がこのような状況に置かれていても、信仰があるなら真理を持って、結局は私たちが真理を追い求めていくなら勝利します。これが誠の真実です。誠の信仰なのです。今すぐ目の前に自分の利益に関わるからといって、どうして神様を私をこのように助けてくださらないのかとつぶやいたりすると、これは誠の信仰とは言えません。信仰のある人々はどんな状況に置かれても結末は勝利するというのを信じて神様に頼っていきます。これが聖書の歴史です。第2コリント 4-14、 主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからですとあるように、私たちは牧者とこの教会と私たち万民が栄光の復活として出てくるその日を信じて真理を追い求めていく皆さんになりますように。新約を見るとこのように邪悪な計画を細工する心がよく出ています。それはイエス様を妬んだりして告訴する口実がないのか、いつも覗き見ていた人々でした。心の良い人ならばパリサイ人であっても帰ってイエス様に尋ねてきて教わるのが見られます。権力を持っている人であっても自分のしもべの中風を癒されようと自分を低くしてイエス様にお願いする、そのような姿もありました。悪霊に疲れている娘の問題を解決されるためにイエス様に必死的にすがっていたスロペニケアの女性のような人もいました。またイエス様の死体を葬った人アリマタヤのヨセフも議員の一人でした。
ルカ23から50節を見るとその人は立派な正しい人でしたと書いてあります。このように心に善があって正しい人は誠と真実をわきまえることができます。しかし妬み、その目があって悪に目がくらんでいる人たちは正しいことを見ても自分の感情に合わないとかえって悪を行います。心に悪がぎっしりあるから邪悪な計画を細工して、イエス様に悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言っているのです。イエス様はいつも良いことだけをなさいました。御国の福音を伝えて病気の者がいるなら癒してくださいました。苦しめられている人は苦しみから解き放されるようにしました。しかしイエス様を妬んだり疎遠だりしていた人はイエス様についてくる人が多くなるから自分たちの権勢を失うかと思ってこのように邪悪な計画を細工していたのです。それでイエス様は言われました。マタイ 12-34、 マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのですとあります。邪悪な計画を立てて、それを行ったその人たちは心に悪がいっぱいあるからです。このように邪悪な経過を細工する人は悪のある言葉を行いをしても自分自身のことを悟れないのです。私たちは聖書を例にして自分自身を顧みなければなりません。自分の思いは悪の思いではないのか、その悪の行いをしているのではないのか。皆さん、私たちは安らかな時そのような悪が出てくるのではありません。自分に何か不利益が与えられる時、あるいは自分が濡れ衣を着せられていたり、そのような時、自分自身は訳があるからといって悪を行うと、それもやっぱり心に悪があるからそうなのです。ですから私たちは自分の心を顧みなければなりません。このような邪悪な計画を細工する心が現実的に私たちの暮らしの中でもあるのか、ちょっと調べてみましょう。道会長先生がこう言われました。いろんな人から報告を受けて話をしてみると、その人たちの心と行いを通して心に善があるか悪があるか分かると言われました。心に善がある人は報告するときも主に人の長所を言います。やむを得ず短所を言わなければならないときも、その人を変えさせるのに参考になるように必要なことだけ報告をします。しかし悪の多い人はそれとなく相手の短所と過ちを言います。しかも自分が嫌な人に対してはその人に褒められるようなことがあっても言いません。何としてでもその人の短所を言おうと巧みに言います。最初は良いことを言っているようで、あの人がどうしたの、人について褒めている時もあるんだと思ったのに、すぐ短所を言ったり、その人がうっかりミスしたことを言います。ですからその人の最後までの話を聞くと、人の悪口を言っているのが分かります。そうしながら自分と身近な人、自分と親しい人の過ちは、それは必ず報告しなければならない内容なのに、それは言わない。これは善ではありませんね。正確に報告して間違ったものは正していかなければなりませんが、自分と親しい人にはそれを人の場合はそれを言わないのです。そんな人なら、自分の過ちなら当然それを隠そうとします。あるいは他の人にその過ちをなすりつ責任をなすりつけたりする場合もあります。そしてそれについて誰かが報告するなら、自分が過ちを犯したのにもそれを報告した人を憎んだり困らせたりします。これが邪悪な計画を細工する心です。じゃあはっきり人を悲しんだり音を締めたりすると、それは上辺から悪い人ですね。だからそのようにはしませんが、このように
말씀하십니다. 이코도 이때로요나 후리오시나가라 난단 히토노 탄시오 이따리스루 코노요나 코코로가 돈나니 자악나 계획을 사이크스루 코코로 나노카 悟らなければなりません 心配しているように言いながら悪口を言ったりする それはいけませんね ですから私たち生徒の皆さんはこんなこともよく悟ってお互いに平和を作って全てが秩序と平和の中で動かれるようにしなければなりません そして牧者はこれが牧者に報告する時だけでなく教会の全ての機関が善と愛平和を保ちながら働くように 私たちに頼んでくださいました。この説明を通して自分の姿を顧みて、もしも自分の心にもこのような姿があったなら、それこそ邪悪な計画を細工する心だということを悟って、必ずそれを脱ぎ捨てる私たちになりますように。じゃあ主の憎むもの第5、それは悪へ走るに早い足です。邪悪な計画を細工する心から、 心のある人たちは自分がする自分が行おうとすることや方法がとても悪を持って行っているのが見られます。そして速やかにその悪へ走っていくのです。 聖書にもそういう例があります。サウルもそうでしたし、ダビデがウリアを死に追い込んでいく時もそうでした。カインやイゼベル、ハマンもそうでした。邪悪な計画を細工して、その行いもとても早くなりました。じゃあ、でも私たちの心と行いもそうかもしれません。私たちは聖書にだけそれを限って考えてはいけません。私たちはそうではないのか考えてみなければなりません。 教会長先生は前こう言われました。開拓して数年間多くの生徒の悪も善も見ることができましたと言われました。ある人は交通事故に遭いました。そして被害を補償してもらいましたが、数百万ウォンぐらいならよかったんですが、もっと数千万ウォンをもらおうとして告訴して裁判にかけて結局その多くのお金をもらった人もいたそうです。しかしそれは正しい財物ではなく義の財物ではなかったので、その方がその時はたくさんのお金をもらいましたけれども、結局その後不意の事故にあって、また家族も不安になり、もっと 惨めな人生になりましたと、そのような結果も見たと言われました。いくら自分の目の前の利益を選んでも、それが悪の方法によって悪の心から出てきたことなら、すぐは自分に利益になるように見えても、時間が経ったら結局このような大きな害になるということを悟らなければなりません。ある生徒は反対に心が優しく、自分が事故にあって怪我をしたのに、 その事故を起こした運転手さんが貧しいというのを知っていて、どんな代価ももらわなかった場合もあったそうです。でもそのような生徒はその後で神様が祝福してくださったと証ししてくださいました。善は必ず神様が善を持って報いてくださいます。でも悪もそうです。悪も必ず神様がそれにふさわしく働いてくださいます。ですから生徒の皆さんは目の前の 利益を追い求めるのではなく、それが悪であるときは当然それ捨てなければなりません。また心の悪のある人たちが皆さんに一緒になろうと、そのように皆さんを騙し、皆さんを惑わしても、その肉的な利益を追い求めて悪を追い求めていく愚かな人になってはいけません。反対に善を追い求めるときは すぐ利益にはなりそうでもありませんが、善を追い求める人には神様が必ず共におられます。神様は燃える炎のような御目で全てを守っておられ、見ておられます。 ですから時が来ると必ず善は祝福されていくようになります。ですから皆さんはいつも善を追い求めますように。愛する生徒の皆さん、私たちみんなは善なる心を持ちたいでしょう。しかし心に悪を持っている以上、その足は早く悪に走っていくようになり、
이기도오리니 이스와리니 아라소이니 사기니 아라와레르 요니 나리마스. 타토에바 이제베르가 나보테노 부도우 바다케 오바오토 시타 도키 이슈니 시테 자악나 계획가 데테 そしてそれをすぐ実行しました。じゃあナボテのブドウ畑を得ようと、そうアハブがとても、それが欲しくなって、まあ苦しんでいました。それをイゼベルが見てどうしてそうなってるんですかと聞いて、じゃあそれなら私が解決しますと言って、その後すぐザークナ計画が出てしまいましたね。イゼベルから、そしてどんなに早く実行したでしょうか。またその偽りに同調する人々も一社全員 に行って罪のないものの血を流してしまいました。それで結局ナボテのブドウ畑を自分の手に入れてしまいました。 このような聖書に書いてあることは聖書に書いてあるだけでなく、このように生きている私たちのこの暮らしの中にもあります。そして皆さんも、もしも自分の過去を顧みて、それを振り返ってみると、このような悪はなかったのか考えてみる時間になりますように、心に悪が多くある時は何を聞いても見てもすぐ悪が揺れ動きます。偽りを聞いても確認もせずすぐ信じてしまい、 裁いて罪に定めるようになります。皆さん、いつも皆さんの耳は善だけを聞く耳になりますように。他の人の悪口を何で聞きますか？そしてどうして他の人の悪いことを聞こうとしますか？そしてその後裁いたり罪に定める罪を犯すようになりますね。確認もせず。ですから、その全ては神様が憎む悪だと説明しました。ですから私たちは悪を行わず、 善を追い求める私たちになりますように。しかし心に悪があると、すぐ耳もそのようになります。偽りを聞いても、聞きたがるんです。まずそう聞いて確認もしないですぐ裁いたり罪に定めるのです。ここまでも大きな罪なのに、ここで終わらず、だんだん発展させていきます。聞いたことを人に伝えます。伝えないと我慢できなくなり 自分と似てる人の話を聞くのが好きな人にすぐ伝えてしまいます。そして 行ったり、あるいは陰口を叩いたりします。これは早く悪へ走る足だけじゃなく、早く悪へと走る口になってはいけませんね。でも私たちにはそれがとても多くあります。ある人は自分が聞いたことを一日も我慢できなく、すぐ他の人に電話したり、会って陰口を叩いて非難したりする人がいます。どれほど早く進むでしょうか。これはどんなに悪い悪なのか 悟って避けなければなりません。また誰か気に触ることを言いました。自分を無視しているような行いをしました。すぐ気を悪くしてしまう。心の中の悪が動き出されます。皆さん、自分のことをね、まず悟らなければなりません。その後皆さんはその心を支配することができます。じゃあこの悪が揺れ動くというのは何ですか？で、心がまず何とか、こんな状況に置かれると面白くなくなったり、穏やかでなくなったりすると、その場ですぐ皆さんは、ああ、今悪が動き出しているんだと、すぐそれを把握しなければなりません。そして、そこで止めてしまう。それが悪に走っていかないように、自分の心をそこで止める。 そして、それを捨てる、そのために、祈らなければなりません。でも、そうじゃないと、この悪が動き出されてしまうと、何か面白くなくなって、相手について嫌だという悪い感情を持って、それを覚えておくようになります。心にそんなことを止めておくと、どうなるんですか？皆さん、私たちは心の中に善だけ、とどめておこうとしても、全部できないのに、どうして悪いことを心に止めようとするんですか？それは悪です。心の中の悪の性質が、そのように、そういう悪の思いを引っ張っているんですが、皆さん、これを悟って、自分の心を支配する私たちにならなければなりません。じゃあ、あの人が、私を、気に触ることを言って、私を無視しただろう？じゃあ、今度、返してやろうと、そのような心あってはいけませんね。そして、もし、いつか機会があれば、その人に対して無視したり、悪いことをしたりすると、これは、早く、悪へ走る足になります。
父なる神様が子供たちがこのようにしていると何と言われるでしょうか。あなたの思いも心も口も手も足もすべて悪だと言われるしかありませんね。私たちはすべてにおいて神様が自分をどう思われるのか、それを基準にして生きていかなければなりません。誰も自分のことを見ていなくても自分の思い心を神様はすべて知っておられることをまず悟らなければ信じなければなりません。じゃあなら神様は私のことを悪だと言われるだろうか、善だと言われるだろうか、いつもそれを考えている、その私たちになりますように。自分の口が行いが手が足が悪へと走らないように、いつも真理に基づいて自分自身のために火のように祈る私たちになりますように。悪へと走る速い足についていくつか説明しました。こんな生育でなくても私たちはこの世がどんなに早く悪に染まっていくのか悟らなければなりません。そしてそのような世に私たちはさらされているということを悟って、ですから私たちはまた悪を警戒して周りのすべてを善か悪かわきまえられる、そのような目を持たなければなりません。そうでないと私たちもこのように悪に罪に染まっていく世の中で生きているから、私たちも染まってしまうこともあるというのを悟らなければなりません。特に若者たちが悪を行うこと恐ろしいほどです。先週も子どもたちが学校でいじめをすることについて例を挙げました。最近は少し例えばどこか弱かったりちょっと欠けていたり何かそういう場合、あるいは自分が嫌な友達がいたりするとすぐいじめたりしますね。そのような人たちにそのような友達をお使いにさせたり、あるいはお小遣いをもらってくるようにしたり、いろんな悪いことをするのが見られます。そしてSNS とかカトクとかでその友達を いじめたり偽りの噂をかけたりする、このようないじめの姿もあります。ですからそれに耐えられなく自殺したりする、そのようなニュースも私たちはたびたび聞いています。ですからこのように若者たちが悪にこんなに早く染まっているのかという終わりの時を私たちは今生きています。そのような悪を行う時、一度二度ぐらいは良心の呵責を受けたでしょう。それが3度4度になるとだんだん鈍くなってもっと悪に走っていくのが見られます。でもそれが悪いと思うより面白いと思っているんですね。悪を行う人たちは自分が相手を苦しめている時、それを見て苦しみを感じるのではなく、それを面白いと思う、このように悪がどんなに今早く走っているのか、それを私たちは悟らなければなりません。悪は一度二度行うほどさらに深くなって暗くなるのを悟って、小さな悪も警戒して小さな闇も捨てなければなりません。悪を行ってその当時は何か利益が与えられたとしても、それは必ず朽ちてしまい、もっと途方もない悪の結果を生むようになります。必ず神様は行った通りに報いてくださるので、悪を行った人は自分自身に返ってくるということを悟らなければなりません。箴言4-18-19、義人の道は明け物の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる、悪者の道は暗闇のようだ、彼らは何につまずくかを知らないとあります。皆さん、真っ暗な時はその道の前に何か障害物があっても、皆さんそれが知らないから、それが何かも知らないでつまずいてしまいますね。くぼみがあったらそこに落ちてしまうかもしれません。皆さんが相手に、もし皆さんの暮らしの中で悪を行ったことは皆さんの人生の道の前に障害物となります。今すぐそれについて裁かれてなく報いられていなくても、結局自分が行った悪は自分の前に罠になる、罠になります。ですから私たちは
小さな悪も行っては行けません。誰かに悪口を言ったなら結局それが自分に返ってくる。ある人を裁いたり罪に定めたりすると結局それが自分に返ってくるのです。ですから私たちは善を追い求めていくと神様は善を思って報いてくださるのです。結論です。神様には少しも闇や悪のない光そのものであり善であられます。しかし人間工作のために闇の役割が必要だと知っておられたので、ルシファーが反乱することを許しになりました。私はあると言われた全知全能なる神様がご自身で作られた御使いの頭の裏切り、そしてそれによって神様に立ち向かって神様の人々を殺そうとする敵である悪魔サタン、闇の勢力が形成されることを知らなかったでしょうか。全て知っておられましたけれども、誠の子供を得るためには 闇が必要だったので、その全てに耐え忍ばれたのです。だからといって神様がルシファーに裏切る属性を与えたり、ルシファーを憎んで裏切るように追い出されたのではありませんただ善と愛の心で大事に思われましたが、自由意志の中で自分自身が 選択して悪を行ったのです。そして、ルシファーも最初はどんなに美しく神様を褒めたたえていましたか。そして、神様が作られた美しい衣を着せてくださいました。で、それなのに変わってしまうと、悪に走ると、姿も早く悪に、 速やかに悪に変わってしまいました。人もそうです。で、神様はそのような悪を知っておられましたけれども、人間工作にはこのような闇が必要、悪が必要だったので、全てに耐え忍んでおられました。それについて涙という本に父なる神様の心がよく 出ています。そして今私たちの状況も感じることができるでしょう。一つ紹介します。 私の忍びは続くだろう。裏切りという痛みがこんなに大きいというのを知らなかったのではないけれど、そのまま心に深く染みてくる悲しみ、 美しい、尊い、ありがたいと言ったのに、私の全てのその言葉を無駄にするのだ。一つの裏切り、これはルシファーが裏切ったことですね。一つの裏切りと結びついていくつかのも、結びついたいくつかのもの、 それはルシファーと一緒になった竜とその使いたちのことです。それらのものがもう一度心を痛めるので、悪というのは見たくもないもの。しかし悪が善を、闇が光をもっと価値あるようにすることなので、私の選択が誠の身になるまで私は耐え忍んでいくだろう。 神様は言われました。悪は善を、闇は光をもっと価値あるようにすると言われました。今私たちもそうです。善を行う人はいつも善ばかり行ったのに、場合によっては濡れ衣を着せられたりしても、それでも心に善がある人は善だけを行います。許します。取りなしをします。悲しみます。悪を行う人に対して同じような悪を、その人が行った悪を 全部表して、それに立ち向かうのではなく、神様が働くことを黙って待ちながら、つぶやくこともなく、善を持って、 ただ祈っているのです。神様につぶやいたりするのではなく、御心を信じて最後まで善と祈りと信仰を表します。そうすると神様はその善をもっときらびやかに輝かせてくださるのです。悪と闇は善と光を攻撃します。しかし、 善と光の人々はただ真理を追い求めて行います。そうして神様の御心を表して結局は善の反転、勝利に出てきます。しかしその結末を迎えるまでは寛容と忍耐、多くの涙と悲しみも伴います。しかし信仰によって神様を望む人々は誠の身を結び栄光を返すようになります。その過程の中で今私が説明した悪は全然
出ることができなく善の行いだけが出てくるのです。今まで私は3回主の憎む者についてメッセージを語りましたが、善がある人はこのような状況に置かれても、あの主の憎む者を今まで説明した姿は一つも出てこないのです。それで神様はその善人の心から出る善の香りをとても喜んで嗅がれて、あの時が来れば勝利を与えてくださいます。私たちの教会も悪を通して善の麗しさを、闇を通して光のきらびやかさを表すでしょう。その日までただ信仰と愛を持って祈りと忠実の心で勝利する皆さんになりますように。素晴らしい神様、私たちは神様が憎むまた嫌われる心を持っていてはいけません。父なる神様が何を憎んで何を嫌われるのか、こう説明してくださいました。私たちの心に邪悪な計画を細工する心はないのか、また悪へと早く走る足はないのか調べました。私たちの心に自分の嫌な人がいるでしょうか、そういう人たちに悪口を言いたくなるでしょうか、あるいは相手の過ちを表したい心はなかったでしょうか。このすべて一つ一つ自分の心にあるかどうか調べて、すべて真理だけを満たせる生徒の皆さんになりますように。神様は真理、光、善の川に立つ方です。私たちの教会を通しても善の麗しさ、光のきらびやかさを表して、その日まで私たちが走っていくように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された癒しの祈りを受けます。具合の悪いところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など具合の悪いところは皆聖霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの御名によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。中二麻痺、中風、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言え、事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの御名によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊ども下がれ、その使いたちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、
父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢御使い主の燃える炎のような御目で全ての神の子どもたちと家庭職場事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。